最新回想の情報だよっ。まずはあらすじを持ってきたんで、こちら、おいおい、うん、次なる暴走壮大何層かは分からない、うん、はい、そこ前に攻略組は頭を抱えていたと。なんかもうひどいところ。本当にスラム、スラム、はい、はい、こちらのねスクリーンショットが一部公開されるということで、おうおうおう、はい、早速見ていきましょうか。キャプテン、もうね一言で言うとこうね現代的ですよね。うん、うん、そうだね、なかなかファンタジーなところからは少し離れた感じになっておりますが、はい、はい、ビルが建ってて舗装された道路があってギラギラでね、なんでしょうかネオンライトが本当に、はい、あとキャプテン今回は動画もある感じ入ります、はい、はい、うん、じゃあ早速見ていきましょう、こちら、さあさあ、はい、はい、なんかもう早速奥の方でね、うん、なんか昇降してますけど、そうですね、うん、ちょっと新しいギミックがね、はい、このようにあると、いやいやいや上上がっていきますよこれだったら、はい、上層階、上層階、ユナさんが、我らが歌姫がいらっしゃるではありませんか、ね、しかもいっぱいいる。いっぱい飾られてるじゃないですか、はいはいはい、はい、そして新種の生物もいますね。新種の生物、なんか本当だ、新種の生物。これは 何なんですか、これは何なんですか、これは元はカピバラ的な、元は、ね、なるほど、カピバラなんか顎を動かすのめっちゃ速くなかった。そうですね、じゃあちょっと角度を変えてこっちの方行ってみましょうか。ああなるほど、こちらにも昇降機が、うん、エレベーターがあると、ここに乗っていると、はい、来た、そして乗る、うん、はい、乗ると降りる、あ、はいはいはい、なかなかのサイバーパンクっぷりですね。そうですね、夜も明るそう、はい、なんて書いてあるんだろう、なくすれた、なくれすれたか、なくれすれた、うん、はい、ということです、こんな感じ、はい、でお疲れ様でしたと、はい、うん、ではではキャプテン、こちらの回想いつ実装予定なんでしょうか。こちらの回想はこの日です、11月30日メンテナンス後からなんで、周年合わせ、うん、はい、うん、というわけでね、しかもね、あのプレイヤーレベルの上限解放、新インテグラルシリーズの登場もあると、うん、いうことで、こちらは後でまたご紹介をしていきますが、はい、51層前に攻略組は頭を抱えていたということで、うん、先ほどのあらすじのシナリオが展開されます、うん、はい、はい、はい、レベル上限が解放されますよということでですね、はい、220から230にまた少し解放されます、うん、そして、皆さんお待ちかね、新インテグラルシリーズをここで、公開をしていきたいと思います。はい、新インテグラルシリーズはですね、マキナインテグラルシリーズ、マキナインテグラル、はい、マキナ、マキナでございます、マキナです、こちらはですね、プレイヤーレベル221以上で装備が可能となりますので、うん、またあの上位プレイヤーの皆さんはぜひこちらも目指していただけると嬉しいなと思ってます、はい、おい、新回想も控えてますので6周年ぜひ遊んでみてください、はい。